こんばんは。こんばんは。おお、すごい。始まりました。皆さんこんばんは。こんばんは。私もか。こんばんは。乃木坂46の猫舌ショールーム乃木坂ニャンバーワンが始まりました。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。今日のお相手は筒井あやめと松尾美優です。よろしくお願いします。この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンとなっています。そして初めてショールームをご覧になっている方は、まず無料のアカウント登録をお願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散しちゃってください。はい、というわけで2時間お願いします。お願いします。あ早速何ですってなんて言いました。早速あの最初の企画いっちゃいます。イエーイ。最初の企画はもぐもぐタイム。わー、おすごい。私初めて。初めてなんだってね。そう、すごい意外。当たり前よって感じで書いてあってびっくりした。そう、名物コーナーもぐもぐタイムをお届けしちゃいたいと思います。やったね。今日はもうここにあるんですよね。ね、超かわいい。こちら、じゃーん、かわいい。いちごのムースみたいなのです。いちごだ。いちごだよ、大好き。嬉しい、好き、大好き。食べよう。やった、食べちゃおう。シュッシュするもんね。シュッシュッシュ。ずるい。いいだろう。いいでしょ。いいでしょ。いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。もう JK わかんない。いやいやいや、さっきカワチーって言ってたもん。あやめちゃん可愛かった。どっから食べる。ブルーベリー。え、そっち。いや、いいけど、美味しいけど。まあいいや。あ、いちごから食べる。うん、いただきます。いただきます。うんふん、うんふん、うんふん、うん、甘い。幸せ。クリーム甘いね。すごい、いっぱい地層ね。懐かしい。小学生思い浮かぶ、ね、なんかやったよね。なんだっけ、何があったっけ。地層の、地層のなんかあったじゃん、名前。あー、砂とか。砂か。細かい砂の層を、うん、ちょっと硬そうな。なんか火山みたいな。そう、あったよね。おいしい。うんうんうん。珍しいコンビだよね。ね、あんまない。初めて。うん、あやめちゃん、あ、猫舌ショールームの番人だもんね。そうです。なぜかわからないんですけども、たくさん出していただいてます。ね、最近よく見る。ね、すごい出てるよね。ね、私すごい久しぶりだった。ね、今日。なんでなんだろう。あやめちゃんに呼ばれちゃった。ほぼレギュラー。いいね。うん。うんふん。下たどり着いた？まだ。そう。今ね。これ美味しい。これは何だろう。あの、第2層にいる。第2層？うん。あ、でもあやめちゃん結構下まで行った？行った、一番下まで。うん。早い。美味しいね。ね。いちご食べよう。いちご。6月だけどいちご。そう。6月どうじゃん。私の誕生日だよ。6月だっけ。うん、めっちゃ春だと思ってた。え、あ、でも6月か。6月だ。あと1週間。なんか祝ったことあるよね。あれない。なんかやったイメージある。嘘。
違うっけ。でも、え、何歳？私？うん。私18歳。あ、18歳になる？うん。あ、じゃあ同い年になっちゃう。え、誕生日いつ？来年の1月。え、遅生まれってこと？早生まれ。早生まれ。もう18になったの？うん、今年の1月に18歳になった。え、じゃあ同じ年？同じ年じゃないよ。4月2日以降の人が。あ、4月から数えるんだ。そうそうそう。大丈夫？大丈夫？今までよく生きてこれたね。やべ、そうそう思う。なんかさ、賢そうって言われるのがすごい嫌で。嫌なんだ。うん。いいじゃん。なんか、うん、みんなが知ってるようなことが知らないの。困ったね。もう一番ダメじゃん。でも良くない？どうやって生きてきたんだろうってさ。うん。思う人が結構いるの。クロミちゃんとかも不思議なの。どうやって生きてきたのか不思議。不思議じゃない、うん、なんかそういうなんか今まで出会ったことない不思議な人に出会うと、うん、本当になんか面白くなる。へ、なんか良かった出会えてって。へすごいさ、うん、感性だよね。クロミちゃん、松尾、私、うん、私すっごい普通の人だよ。うん、多分ね、普通じゃないよ。すごいね、あの平均、日本の平均値。いやいや、だと思う。独特。そんなことない。すごい喋りたがりでうるさくていいこと。 JK って感じする。なんで？JK でしょうよ、あなたが。うん、お松は、うん、もうザ・ JK っていうイメージ。え、なんかさ、すごいさ、れいちゃんとラジオやっててさ、うん、陽キャラジオとか言われるじゃん。そうなの？そう、すっごい言われるんだけどね、うん、ちっともそんなことなくてね、うん、なんか悲しい気持ち。確かに2人とも陽キャだ。で、全然そんなこと、多分2人でいるから、うん、なんかノリが出ちゃってね、暴れられる場所。うん。暴れちゃうの。いいなぁ、楽しそう、二人のラジオ。うん、来てよ。え、行けるの？え、来てほしい。え、うん、来たことある？みゆが、みゆがとか言っちゃった。私がコロナの、うん、あの療養期間だった時にカッキーが代わりに来てくれて、でもそれだけ。まだ行きたい。え、来てほしい。全然ね、ゲストがね、うん、来ないんです。何する？ラジオ。え、自由におしゃべり。なんで？自由におしゃべりしてる。めっちゃいいじゃん。絶対喜ぶよ、れいちゃんも。行きたい。ね、来て、待ってる。全然。うん。なんかでもさ、うん、乃木ののってさ、うん、毎週変わるじゃん。うん、来るゲストが、うん、グループ内とはいえ、うん、なんかすごいなって思う。そうなんだよね。で、その時々で全然違うでしょ。全然違うね。すごいハイテンションラジオになったり。そうそう、幸せな、なんかなんていうの、ほんわかした。そうそうそう。今さ、5期生の子が始まって。あーね、順番ずつやってっていうの、うんうんうん、なんか緊張しちゃうの。え、でも乃木ののってさ、うん、先輩と一緒の現場になるさ、うん、ほぼ初のさ、うんうん、お仕事じゃない？うん、確かに。めっちゃ覚えてる。蓮華さんだった、その。あ、本当？すっごい楽しかった。覚えてる。いいね。だからみんなね、絶対ね、思い出になる。でもみんな結構さ、おしゃべりさ、うん、なんていうの、上手じゃない？うん、積極的。そうそうそう、すごいなって思う。うん、皆さんは何をしてましたか、今。何してたの？こんばんは、だって。お仕事終わり？水曜日だもんね。うん。水曜日って学校早く終わる日だったくない？全然覚えてない、そういうの。え？一切。もう学校の記憶ない。あやめちゃん、中2、うん、で入ったんだっけ、うん、それは記憶ないわ。なあ、ほんと。それは…なんか本当に尊敬する。だってさ、はるばるさ、一人でやってきたんでしょ。すごくない？は
るばるやってきたね。すごいよ、本当に偉いよ。だっていきなり一人暮らししてさ、なんか本当に偉い。そうですね、いっぱい、うん、楽しいことしようねしようね、うん、人生まだ長いからまだ始まったばっかかもね。そうだよ、さっき生まれたばっかりなんだから人生長い。何どうしたい今から人生計画。でもいっぱい旅行行きたい。行きたい、海外いっぱい行きたい。ね、行きたいよね。でも私たち今大阪行きたいからね。ん、さっきさっき話してたじゃん。そうそうそう、楽しいとこに行きたくてしょうがないから ね。すごい遠出して、もツアーで初めてさ、うん、北海道と広島初めて行くの。そうなん。そう、楽しみじゃん。行ったことある？どっちも。ある。あるんだ。うん、ないんだよね。全然。めっちゃ楽しみじゃん。想像つかない。想像つかなくはない。想像はつくんだな。想像はつくけど、いっぱいテレビとかでやってるからでもなんか未知の世界まだ。北海道とかさ、うん、海鮮とかさ出てくるんかな、ご飯。食べたい。めっちゃ食べたいんですけど。めっちゃ好き海鮮。そうじゃん、北海道って島国、離島、多分分かんないでもないよね、周りめっちゃ海じゃん。うんうん、島。うん、めっちゃ魚食べる予定勝手に言ってる、ね、私もめっちゃ食べる予定、うん、お寿司とかも食べちゃう予定ね。食べちゃう予定だよ ね。あるか分かんないけど食べちゃう予定。広島好きなの私。うん、なんだ。なんかあれで書いてたんでしょ、雑誌の行きたいとこ、うん、そうそう知ってるよ。なんで？もう隅々まで読んだから食べちゃった。お腹空いてたの。うん、だって飲み物しか飲んでなかった。そう、昼ご飯食べてない。うん、なんでよ、食べなさい。時間もあるのでコメント読んでくれ。自由にめちゃくちゃちゃんと読むじゃん、カンペどうしよう。じゃあなんか面白いコメントしてください。してください、皆さんの個性を出して笑顔になりたいから。そう、みんながしないようなコメントそうだね、面白いの見つけよう。あやめん髪巻いてるね。だってそうだよね、今日は巻き巻きしてるの。ゴロゴロ。髪が綺麗なの、この子。え、綺麗じゃないよ。あ、でも一昨日ね、うん、美容行ったから。あ、そうなの。なんか前髪短くなった気がした。うん、切った。よくわかった ね。思ったの、うん、私見てんのよ、ちゃんと。えら、へへへ。天然の2人って書いてあるけど、天然じゃないよね。どこ情報え、初めて言われたんだけど天然じゃないですよ。すごい、割としっかりしてますね。うん、まともな方です。割とね。ね、髪ちょろちょろだって。どうもどうも。毒舌の2人。そう、あやめちゃんは優しい。でもあやめちゃんはすっごいボソっていうのが好きすごい。そう、なんかすごいね、あれなの、うん、みんなが予期せぬタイミングでボソって本音言うから私はそうね。でもそれ言われた、先輩にも言われた。なんかボソッと面白いこと言うよ。そう、本当に好きなの。そうなの。あやめちゃんって本当にいいよ、うん、本当にいい。なんか何、こういう子は宝です嬉しい。本当にね、日本の。そう、日本も世界の宝。いや、めちゃくちゃ好き。嬉しい。だってさ、ほんわかしてるのに面白いしさ。面白くないでしょ。面白いよ、いいの。あの、分からないままでいて、自分の面白さを、ね、それがいい。オッケー、素敵よ。
なんかみんな面白いこと言って。みんな人任せだから本当になんかあるかしら。ある？楽しいことありますか？ハードル上げないで。だってハードル上げまくる。上げていきますよ。みんな面白いこと言って。明日どこ集合？明日どこにする？私最近イタリア行きたくて。いいじゃん。めっちゃ行きたいの。イタリア？そう、イタリアで集合するじゃん。そう、綺麗ですっていう例文読んだ、うん、学校とかで。そう。何それ？教科書に書いてあった。すごい綺麗で街並みが変化していくんだって、うん、その電車に乗ると、だから行きたい。電車あるの？知らない。車かも。イタリアってあるのかな？イタリアあるんじゃない？海外ってあるよね。電車、電車わかんない。私オーストラリアしか行ったことない。オーストラリア行ったことあるの？そう、でも車移動だった。全部。なんで行ったことあるの？あの短期留学。すごい。でもね、日本語で突き通したから何も学んできてないの。よくない、本当に。ただ楽しんじゃった。そう、楽しかった。あ、あるらしい。 あるんだ。ごめんなさいね。あるだろうって。あるか、電車。すっごい JK の会話。私は JK 終わりました。JK してる？してない。全くしてなさそうだもん。だってなんかさ、あれあったよね、お互い友達いなくてさ。そう、廊下でさ、なんかもじもじしたことあったよね。去年だよね。そう、懐かしい。めっちゃなんか友達いなくて廊下でね。廊下でちょっとたまった、ね、2人でもじもじしてたよね。だってあやめちゃん1人なのに一番前のど真ん中の席に。そう、私なんか前の辺のど真ん中率めっちゃ高くて、ね、なんかいつも前の方にいる。そうそう、すっごい嫌だ。そう、めちゃくちゃ覚えてる。可愛かった。教室外から見てて頑張ってるって。眺めてた。友達どうやって作るの？ね、だってさ、友達になりましょうって言ってさ、うん、できなくない？うん、できない。そんなセリフ言ったことないし、ちょっと惹かれちゃうし ね、そういう何、ね、みたいな。難しいのよ。難しい。友達になりましょうは言わない。うん、あ、でも友達いない人まんまいそうだよ。仲間じゃん。仲間じゃない。やった。一緒に友達にを作ろう。でもみんな結構仲いいんだよな、あのクラスの。あーね、わかるわかる。私も同じ状況で。ね、もう3年生だからさ。あ、確かに3年生だもんね。もう無理だよ ね、もう諦めた方がいいかも。私は諦めました、3年生の時。うん、もういいかなって思っちゃった。そうだよね。そう、でもね、いなくても全然ね、生きていけるよ、うん、そうなの。そう、一人好きだしね、全然無理はしなくていいの、うん、そうですよ。うん、あ、あやめん、誕生日プレゼント何がいい？私さ、お母さんとかお父さんとかからもさ、めっちゃ聞かれるんだけど、物欲なくて。ないの？なんていい子供。いや、そうかしら。何が欲しいの逆に？今欲しいもの、うん、なんだろうな、今欲しいものか。今欲しいもの、うん、難しいね。でも言われたら確かに、ね、ないから。うん、フィルムカメラ。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。そう、絞ってね、今お願いしてみて。めっちゃ素敵、いい写真撮りそうだわ。でも撮りそう、写真。私、うん、私ね、あんま写真撮らない。意外。撮んないのよね、なんか。でもチェキとかさ、欲しくなる、うん、たまに。チェキ持ってるよ。持ってんの？あ、ね、なんか撮ってたよね、れいちゃんと。撮ったっけ？撮ってたよ、なんか2人でイエーイ。結構前、なんか本当、うん、で、うわ、そう、文化祭みたいなことしてるって思って。全然記憶ないよ。撮ってた撮ってた、2人で。そうで、あ、すごいな、やっぱりって。めっちゃ楽しそうだった。そうなん。そう、でもなんかチェキもさ、いっぱいあるじゃん今。いっぱいある。自分でさ、なんかすぐ印刷しないで、なんか、うん、いろいろできるのとか、うん、ね、欲しいんだよね。いいやん。いいやん。
飛んだそうだな。あ、映るんです。映るんですじゃないかも。あ、映るんですかな。映るんですの持ってる。なんかやってたよね。映るんですかな。映るんですかも。チェキはね持ってきたことないと思う。映るんですでなんか自撮りしてた。してたっけ。そう。を見かけた気がする。映るんですっていいよね。映るんですなんて一回しか使ったことない。嘘。小学校の時の修学旅行で使った。小学校で。そう、みんな配られて。撮ったけど、いいね、あれ印刷してないんだよね撮った写真。嘘。そうだから分かんない。意外といいよ。本当、うん、今からでもいけるのかな結構。いけるいける。もう6年ぐらい前。いけるいける。小学校の頃の写真を。じゃあ便器屋さん行ってこよう。うん、そうだね。なんか楽しいことありますか。あ、みんなの楽しいこと聞きたい。あ、そうだよね。あのあれが欲しいんです。今楽しみが欲しくて。楽しみ。そうだから皆さんの楽しみを教えてください。ご飯とか美味しいの。ご飯。あ、確かに。でも一瞬で終わっちゃうしね。そうなんだよね。なんかいつかこうここに行くとか。あ、欲しい。イタリア。イタリアは行きたい。イタリア、あとどこかな。海が綺麗で湿度が低くて、うん、あの晴れなところに引っ越したい。サウナだって。サウナ楽しみなの。流行ってるよね今ね。なんかあの素敵な人はみんな行ってるよ。わかる。いいな。映画。ああ映画も好き。好き。映画見る？めっちゃ見る。あ、見る？めっちゃ見る。なんか本読んでるイメージある。本も読むし映画も見るよ。わあすごいな。すごいわね。何見た最近？私マーベルばっかり見てる。あ、なんか知ってる。そう。マーベル見たことない。え、面白いよ見て。スパイダーマンとか。あ、そうそう。今なんか出たね。そう、スパイダーマンとか。あ、うん、マーベル作品のおすすめは、なんだろう。私はアイアンマンが好きで、へ、あのお父さんが好きでアイアンマン、うん、それですごいちっちゃい時に見たの、うん、で、いやそんなちっちゃくなかったけど、うん、どっち自我があるかなぐらいの時見て、うん、でもあんま覚えてないじゃんそういう時って、うん、それでもう一回見てみようと思って見たらハマっちゃって、それで見始めて、うん、なんだろうな、おすすめ。え、マーベルってどういう話？え、なんかすっごい怒んないでね。誰も怒んないでね。なんか、なんだろう、すっごいいろんなすごい人たちを集めてみんなで戦うぞみたいな、うん、だからなんかアンパンマンと仮面ライダーとプリキュアが、うん、すごい一緒に行こうみたいな、でもそれぞれのお話もあるよみたいな。え、怒られないかな。大丈夫かな。そんな感じ。でも本当にそんな感じ。筒井さんのおすすめは映画の、うん、何でもいいよ。私はあの湯を沸かすほどの熱い愛、うん、っていう映画が一番好きだし、うんうんうん、そうなのね。そう。今時止まったよ。でもさ、あの、うん、映画いっぱい見れるやつあるじゃん。うんうんうん、あれのあのグロい系結構好きで。そうだね。そうだよね、うん、イカゲームとかめっちゃ好き。なんかご飯食べながら見ました。朝ご飯食べながらイカゲーム。なんだこの人。バンバン見てた。あ、今私たちの学校は見た？見てない。あれもグロいんですよ。あれも面白いの。めっちゃうん、聞いて、なんか怖いのは大丈夫なんですけど、うん、リアルなプールでなんか言ってたんですけど、あー、なるほどね。全然大丈夫なんだ。そう、好き。え、そのさ、いっぱい見れるやつの中でさ、何がおすすめ？え、なんだろう、あの赤い色。そうそう、ドゥドゥンって始まるやつ。うん、嘘。私何も喋ってないんだけど。
ずっと口だけパクパクしてた。本当だ、松尾のマイクがだってめっちゃうっすらだってねえ。あ、一人だ。どうしますか皆さん、最近楽しいですか？最近の、あ、今日、じゃあ今日皆さん何してたか教えてください。え、画面これ何？割れてる？もういいか。すごい鏡みたいにな、あ、戻った戻った。すいませんね。今日はショッピングいいな。私最近サンダル欲しくて、なんかいろいろ見てるんですけど、いいやつが本当になくて困ってる。炙りカルビって3回言える。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。仕事サボってた。あら、まあ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 、ダメですけど、まあ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 。10キロ走った。10キロってどんぐらいですか？スカイツリーが、スカイツリーって何センチだっけ？なんかありましたよね、ロゴの。ミナ。ミナ、ミナなんちゃらみたいな。なんだっけ？武蔵？武蔵か。634メートル。じゃあまだ1キロにもなる。それの10倍以上あるんだ。すごいね、10キロ長いね。あ、武蔵ありがとうございます。武蔵も解決しました。あ、そうだ、富士山だ。みんなな、みんななんちゃら、みんななろうだ。あ、帰ってきた。入れた。よいしょ、ただいま。盛り上がってた？うん？盛り上がってた？うん、めっちゃ。今までで一番。ついていけるかな、こっから。お帰りなさいませ。ただいま。ゆきとこで次の企画に。はい。はい。じゃあ続いての企画いきたいと思います。続いては、最近撮った私のベストニャンバーワン。イエーイ。本日6月1日は写真の日だそうです、うん、ということでこの時間は私たちが最近撮った思い出の写真を1枚ずつ発表してトークしていきたいと思います、はい、早速私の最近撮ったベストショットを紹介します、うん、こちらです。デデン、デデン、デデン。あ、あ、レイちゃん、セイミア、レイちゃん。うえ、なんか大人っぽい。そう、これは、うん、あの乃木目に、うんうんうん、この送っちゃったんですけど、うんうん、これあの一昨日ぐらいにお仕事終わりに、うんうん、お仕事早く終わったんで、うんうんうん、その後2人でランチしてしゃぶしゃぶ食べたんですけど、うんうん、いいじゃない、お腹いっぱいになんなくてですごい2軒目のモンブランです、うん、すごい。なんかあれじゃん、あのあれでしょ、すっごいモンブランでしょ、うん、わかるでしょ、うん、なんかすっごいすっごい、そう、想像超えてればわーみたいなってなるやつ。すごい、ね、いい笑顔してらっしゃいますよ、ね、いい笑顔だわ、すごい、かわいい写真、いいね。よく2人で一緒にいるから、ね、なんかそうだね、いいわね。このなんか前にさ、すごい前なんだけど、うん、れいちゃんが撮ったあやめちゃんの写真、うん、あやめちゃんがブログに載せてたのか、なんか通販の人みたいですみたいなあやめちゃんの写真があって、すごいそれも私好きで、あの2人でご飯食べてる時のその写真が好きなの。あったね。あれもすごい可愛かった。れいちゃんちょっと上手いんですよ撮るのが。ね、上手ね、いいわ。そんな感じでした。いい写真、可愛い。
コメント読みましょう。いい笑顔だね。モンブランをシェア、シェアしたの？シェアした。レイちゃんのね、モンブランと、うんうん、めっちゃでっかいサラダも食べてた。すごかった。すごいね。よく食べる。いっぱい食べるわ。いっぱい食べる。いいこと、いいこと。すごいね。あのおしゃれモンブラン食べたことない。嘘。美味しかった。美味しかった。食べてみたい。行こうかな。今度食べてみたいスイーツはハテナ。いっぱいあるよね。うん、私あれ食べたい。夏だし、あのなんかあのかき氷なんだけど、うん、なんか何何。いや最近かき氷欲すごくて。あ、そうなの？食べた今年？食べてないまだ。まだあんま見ないよね。でも、うん、そんなに。なんかさ、あのなんて言うんだろう、おしゃれしてるかき氷いるじゃん。おしゃれしてる。なんかなんかすごいさ、うん、あのもうドレスですかみたいな、なんかおしゃれしちゃってるかき氷、わかるでしょ。これどういうこと？なんか通常のかき氷ってさ、うん、あのシロップのかき氷じゃん、うんうん、だけどなんかもういちごとかなんか、はいはいはい、すんごいおしゃれしちゃってる、うん、あれ食べてみたい。食べたい。あれ食べたい。めっちゃ最近調べてんの、東京かき氷で。あ、そうなの？え、いいね。タイムリーだね。そう、かき氷食べたいんだよね最近。食べたい、私も。ね、あと何があるかな。でも私ケーキがすごい好き。ケーキ好き。ね、私ケーキ好き。タルトが好き。何が好き？チョコ。あ、チョコなの？そうだよ。すごい、なんかちっちゃい時さ、チョコケーキしか食べたくなかったの。うん、それ思い出した。え、そう、私あのちっちゃい頃はね、うん、上のフルーツだけ食べてた。え、生クリーム無理だったの。あ、そうなの？今好き？今大好き。よかったね、うん、幸せ増えたよそれ絶対。そう、幸せ増えちゃった。そう、あ、カヌレも好き。あ、カヌレ今日買った。いいな。そう、パン屋さんでカヌレ買った。カヌレ食べた。そうなの、好き、ハマっちゃった。なんか美味しいよね。リカちゃんがすごいスイーツ詳しくて、うん、買ってきてくれたりするの、こう美味しいよって、だからいいハマっちゃったのよカヌレ、美味しかったです、ね、カヌレのさ、グミスわかる？わかる。食べた？食べたよ。え、割と美味しかったよね。うんうん、割と美味しかったよね。それリカちゃんがくれた。そうな。そう、そんなさ、あの、うん、期待せず食べてみたけどさ、うんうん、美味しかったよね。美味しかった。なんか日産の、うん、時にもくれたの、うん、でもうみんなクタクタだったじゃん、うん、ずっと無心で食べてた。美味しい、美味しい。美味しかったです。いいですね。甘い、あ、なんだっけ、甘党辛党みたいなあるじゃん。どっち？多分甘党。あ、そうなんだ。私全然ご飯じゃなくて、うん、スイーツでいい、うん、食べちゃう。最近特になんか甘い欲がすごくて。いいね。いいのかな。私どっちなんだ。でもご飯終わった後にスイーツ食べたくなるじゃん、うん、なんかちょっと冷たいのとか、うんうん、でもそれでも絶対その人生の終わりは絶対しょっぱいものって決めてる。何それ。だってもしだよ、うん、あの天国行った後もなんか、うん、残ってるなら、うん、甘々で終わっちゃったより絶対しょっぱいもので終わった方が、うん、多分すっきりする。何それ。そう、絶対そう。だって甘いのさ食べ過ぎるとさしょっぱいもの食べたくなるじゃん、うん、でもしょっぱいもの食べ過ぎても甘いものはまあ食べれるよぐらいなの、うん、私的には。だから絶対しょっぱいもので終わった方が後悔はないと思ってるから、うん、多分甘党じゃない気がしてる。おかしいね。おかしい、おかしいね。そんなテンションで言われたの初めて。あ、でも分かるっていう人いるよ。あ、本当？うん、絶対そうだよね。へえ。だから絶対しょっぱいものは必要です。美味しいよね。お二人は激辛とか食べれますか？大好き。食べれる？うん。そうなの？え、激辛ってどこまでかな？わかんない。痛いのは嫌い。あ、なんか喉が痛くなっちゃうぐらいの辛さはびっくりしちゃうから、うん、びっくりしちゃうからね。そう、自分が食べたので一番辛かったもの。辛かったものなんだ？え、プルダックポックミョンの食べた？辛いやつ、うん、え、あのソース、うんうん、
全かけは本当に辛かった、うん、えーあれ勇気なくて食べたことない。本当、うん、怖いもん。みんな辛いって言うから。そうでもラッポッキーをお姉ちゃんとよく食べるの最近、うん、でもそれでも辛い辛い騒いでる。あちょっと弱め。そうでも辛い辛いって言いながら、うん、なんかチーズとか入れて騒ぎながら食べるのが好き。わかるめっちゃ多分そこだよね好きなポイント、うん、騒ぎながら食べるって楽しいよね。そうそうそう一人ではね、わかるわ。辛い辛いって言って食べないか。わ食べたいラッポッキー。食べたい美味しいもん好き。でもあんまりそんな辛いもの食べたことないかもな。そう思ったら、うん、ねなんか許容範囲内ぐらいしか食べたことない。松尾ちゃん、うん、お写真いきますか。あそうじゃん忘れてたそうじゃんすっごい忘れてました。私の急に私の最近撮ったベストショットです。どうぞ。じゃじゃん。タラン。うわあ、西さんだこれはかわいい。かわいいでしょこれ。かわいい。いやこぼちゃんなのめっちゃなんかさレインコートみんな着てたじゃない、うん、リハの時、うん、でもなんかこの耳にかけるっていうシステムを一人だけ採用しててうん、うん、めっちゃかわいくて赤ちゃんにしか見えなくて。なんかねてるてる坊主だよね。てるてる坊主、うん、そうもうめちゃくちゃこの写真大好き。かわいい。いいでしょ。いい、かわいい。これでさ、うん、走り回ってんだよ。かわいくない？めっちゃかわいかった。みんなさ、後ろ姿かわいかったんだけど、うん、かわいい、かわいい。ヤコちゃん横から見た時このちっちゃい耳がかわいくて。かわいい、ほんとだ。ちょっと丸まっちゃって。これが大好きな写真です。かわいい、懐かしい。日産もなんか、ねちょっと前の記憶ね。だよね。すっごい雨降ってたけどね。すごかった。転んだ？うん。転ばなかった？え転んだの？転んだ。いつ？リハーサルで、うん、なんかアイシーでめっちゃ、うん、すっごい遠かったの、うん、距離が。で調子乗っちゃってなんかリハだからスニーカーだし、うん、全速力で走ったら間に合うかなとか思って、うん、花道を全速力で走ったら止まれなくて、うんうん、でもうサビ始まっちゃってみんな踊ってて待って待ってって思って、うん、そのままこけた。やばい。すごかった。ウォータースライダーだった。あもう水たまりバッシャーンって言って。マジよかった。怪我してなかった。そう全然笑ってた強っ。すごい調子乗っちゃった。強いな。でもすごい本番晴れたからね、よかった。いや、ほんとよかったよね、うん、本番の雨あったらさ、ね、サンダルでさ、ちょっとやばかったね。怖いかも。怖かったね。なんか、走りたくても走れなくなっちゃいそう、ね、あの階段怖くない？階段怖かった、ね、なんか、リハーサルの時さ、うん、割とさ、なんかもううんうんみたいな感じでさ登ってた、うん、でも本番さ結構近くにさ、うん、もうお客さんいてなんかそんな苦しいよみたいな顔できなくて、うん、もうすごい怖いなって思いながら何回も頭ぶつけた、ね、あ私もぶつけるよね、うん、低かったから。うん、あ階段見てる方も怖かったって。本当そうだね。なんかあのエレベーターがいいな。エレベーターがいい確かにね。スカイリー滑り台とかね。あいいじゃん、それめっちゃいいじゃん。雨だとウォータースライダーになります。あそれがいい。じゃあ次からそうしよう。なんかさそういう私たちも超遊びながら、うんね、やったら絶対楽しい。なんかさ やりたい。一回だけさ、ね、ライブのさセットをさ考えてみたい。遊園地とか公園みたいにしたやりたい。メリーゴーランドとか作りたい。絶対可愛いじゃん自分作らないけど。みんながさこうやって順番に回ってきてさ、かわいい。えそれお願いしますやりたい。かわいい。めっちゃそれめっちゃいいじゃんそれ、うん、でも外じゃないとダメだね。そうだね、大変になっちゃう。なんか野外のすっごい広いなんか野原みたいなとこでやりたい、うん、やりたい。めっちゃやりたい。でもリハーサルも楽しそうじゃない。楽しそう。なんか遊んでて楽しくなっちゃうね。やりたいな。うん、また日産4号だって。皆さんも走ってみます、あのステージ。え
走ってみます。走ってみたらわかるよね多分想像以上だと思うな。そう、なんか体力すごいじゃなくて、うんうん、なんかなんて言うんだろう、限界はもうとっくの塔に超えててなんかでも走るみたいな、うん、すごいなんか初めてあんな足がすごい、ね、なんか大変だった。私も初めてだったな。ね、うん、あんな短い期間ですごい走ったの。ね、びっくりした。ずっと走ったのと4の4時間、うんうん、あの下も走るじゃん。ね、え、下もさ、すごい辛かった、ね、IC の、うん、2日目の IC のさ、あ、すごかった。皆さんあの、え、何の前の曲なんだっけ、4番目やって、うん、ブランニューデイやって、うん、アイシーで、ね、4番目があのバックステージで、ね、後ろのね、みんながこうやってやって、うん、終わって、うん、でその後ね、うん、すぐ下に降りて、うん、ダダダダダって行って、うん、あ、着替えて走ってラッサビで出なきゃいけなくて、ブランニューデイのすごかったよね。もうガーってみんなで着替えて、ね、すごかった。リハーサルではもう全然間に合わなかったんですよ、うん、間に合わなくてどうしようかってなって、ね、で衣装をちょっと着替えやすくしていただいて、ね、で本番はなんかリハーサルよりも早く行けて、ね、リハーサル早いよって、ね、言ってね、言われた言われた。リハーサル全然間に合わなくて、そう、なんかめっちゃ心配だったよね。めっちゃ怖かった。だってれいちゃんとまゆたんと私が、うん、多分あの2つのサイドからさ分かれて走ってたじゃん、うんうん、が先頭で走ってたの、こっちのサイドの、うん、で登ったら、うん、もう絶対みんな間に合ってないよって言って、うん、ステージ登ったら、うん、なんか案外反対側の下手の子たちが普通になんかこうやってやってて、うん、みんな早くないって言ってめっちゃびっくりした。あれ、涼しい顔してノリノリで間に合ってたけど、みんなすごいって思いながら、よかった間に合って、頑張ったんだよ。いい裏話ですかね。ね、すごい。そう、私服衣装だったんだよね。ね、なんかあやめちゃんのあの制服を着たかったけど、うん、制服ないから私服で制服してみた。確かになんか私のスカートがさ、そう、制服みたいだったよね。ね、チェックの一人だけすごくラブリーな、ね、可愛かったけど、うんうん、うんうんとか言っちゃって何がうんうん、すごかったんだよ。そうなんです、頑張りました。頑張っちゃったよ。スニーカーが大洪水。どういうこと？スニーカー大洪水だった。雨？そうね、びっちょびちょ。それで干してた、ずっと。え、あ、干してた。そう、最初はちょっとさ、うん、なんか濡れないように努力してたけど、うん、分かる。最後に水たまりも自分から突っ込んでったしね、うん、楽しんじゃったね。楽しんじゃった。めっちゃ楽しかったです。楽しかったです。やっほー。これはマーラですかね。今43分で、あと2分間うん、あと2分経ったら次のやつに行くから、 あと1分に、あ、待って、んあと12、1秒じゃない？じゃあもういいじゃんね。でもね、あ、もう行っていいんだって。やったね。はい、こんなんでしたこんなんでした大丈夫そう？大丈夫。うん、いいよね、今日はこんな感じ。そう、続いての企画は乃木坂46目指せぴったり半分アンケート。イエーイ。この企画は投票機能を使ってリスナーさんの答えがちょうど半分になるような質問を考えてアンケートを実施し、見事50対50にすることができたら成功のゲーム企画です。お、あ、このショールームの機能だっけ。そう、お、いや、初めて使う。ということで早速質問を考えていきましょう。はい、ということで問題を考えて選択肢を2つ考えて二択にして皆さんにそれを考えてもらう、うん、了解です。モノです。何がいいかな。どうしよう。50対50でしょ。だからみんなが
平等にいそうなアンケート。そう、何があるかしら。なんだろうな。犬派猫派、タクシーかバスか。犬派猫派どっち言ってんの。犬かな。犬、私も犬多そう、ね、犬多い気がする。ご飯かパン派、マグロサーモン。サーモン絶対。カエルかトカゲ。ちょっと どちらと。どうせないかも。すいません。晴れか雨か。晴れ絶対。晴れです。ソフトクリーム、バニラかチョコだって。あー、チョコ。確かに。マジ？チョコは。チョコチョコ。バニラ。じゃあやってみる。いいよ、それしちゃう。これ何回かやるんだよね。何回かする。いいよ。これどうやって書いたらいいの。ソフトクリーム。あ、じゃあ嗅覚、私選択肢。あ、オッケーオッケー。ソフトクリーム。ふたふで書こう。そう。あ、一人書けば大丈夫。あ、本当ですか。じゃあ私諦めていいですか。じゃあ私書きますね。あ、お願いします。質問と答え、二択答え、質問と二択答えを、あゆみちゃんは優秀なので書いてくれてます。はい。まだ皆さん答えちゃダメですよ、コメントで。まだ関係ないことを喋りましょう。海か山か。どちらの山。キャンプなら山で、綺麗なら海。じゃあ1問目は、あ、かわいい、こちら。ででん。ソフトクリームの味、バニラ、チョコです。よーい、ドンドン。これどこで見えるんだろう。最後に出るんじゃない。あ、出るんだ。じゃあ、どっちなんだろう。でも王道なのはバニラ。うん、でもチョコ多いよね、好きな人。そう、生きてると、うん、王道じゃなくなりたくなる時が来る。から、分かんない。皆さんが何年今、うん、生きてるのか分からないけど、うん、バニラにちょうど飽きた頃なのか、うん、バニラの美味しさを知った頃なのか、うん、チョコに行ったけど、またバニラがいいなって思ってる頃か、そうだよね、分かんないから。戻ってくる可能性もあるしね。そうそうそう、わかんないんだよね。どっちなんだろう。お、結果が出たかな。結果が出たそうです。どうぞ。バニラ。バニラが 66.1、 チョコ 33.9。 意外と負けた。意外とみんな王道好き。そうなんだ、意外だった。なんで、なんでバニラ。まあ、バニラに、うん、あのコーヒー、あ、アフォガード、そうはバニラに入る。は、入らない。入らないね。入らないか。じゃあ私チョコだ、やっぱり。チョコ。チョコ派かも。チャレンジ失敗ということです。失敗ね。もう一回やろうよ。ね、続いてお題の決めましょう。次何がいいと思う？何がいいかな。なんだろうな。つぶあん、こしあん。ああ。こしあん。うわ、私もうこれを本当に選べないんです。選べない？本当に選べない。本当に？私はこしあん派です。過去か未来かって、なんかすごい急になんか深いこと聞かれた。絶対未来行く。本当？過去なんか行きたくない。そんなに、うん、でも気になる。気になるじゃん。何が。私戻りたい過去あるよ、うん、いつ。幼稚園年中さんで、うん、滑り台の順番待ってたの、うん、めっちゃ細かいね。めっちゃ覚えてる。で、5番目に待った。5人で一緒にいて、うん、5番目に待ってたの、うん、で、その順番も私が3番目ぐらいに並んでたのに、うん、2人の子が先にやりたいって言うから譲ったの、うん、で、5番目でやっと4人が滑り終わって、うん、私だって思って行こうとしたら、うん、行こうって言われて、うん、なんか長みたいな子に、うん、で、
えってなって、うん、染めてないよって思って、うん、なんか諦めちゃったの私も、うん、それでなんかしょぼんってしてたら、うん、いじけてごめんなさいって謝ってって言われてもうあれをすっごい覚えてる、うん、すごいその子ね。でいじけるの意味も分かってなくて、うん、でもとりあえず怖いこと言われてんだなって思って、うん、謝ったか覚えてないけど、うん、言い返したいから、うん、あの戻りたいいいね私も滑りたいもんって言い返せばよかったってすごい後悔して、すごい幼稚園の記憶な覚えてるのすごい、ね、めっちゃ覚えてるだってすごいお母さんに聞いたもんいじけるってどんな意味ってそこで覚えたんだねそう初めて覚えたいい、ね、めっちゃね覚えてるおもろいわ、焼肉は寿司うわいいかもね焼肉あ確かにでもこれは、ちょっとこれは究極じゃない恋にしちゃう恋にするか待って究極だわみんな選べるのこれ普通問題ってなんだろうこれの問題焼肉おわ寿司焼肉おわ寿司そのまま焼き、めっちゃ迷うまあ、気分によるよねその日のねまあね、うん、なんかあったかいものが食べたかったら焼肉かも、うんうん行きたいなみお寿司好きなあ私お寿司もういいじゃん何回も言っちゃってダメ本当にダメよくない直さなくちゃいけないはい、はい、決まりましたダダンダダン焼肉おわ寿司さあ、あ1が焼肉2がお寿司どうですかどうですかもうあれですいつでも、うん、もう聞かれたらどっちを答えるか、うん、そりゃ気分もあるけどもどっちなんだろうでもお寿司はお昼に食べたいかもそうだねそうだよね確かに焼肉は夜のイメージがある、うん、なんかみんなでゆっくり、うん、ジュージューしながらあははははってあはってねそうしてるイメージがあるなどっちなんだろうこのさ投げられてるボールみたいなやつがさアンケートそうしたらめっちゃどっこいどっこいじゃないねいい勝負よね、どっちが多いんだろう本当によかなあでも急に1がいっぱい来た頑張れ2も頑張れお寿司頑張れどっちあれでもなんか焼肉がどっちだろうあ惜しい惜しいめっちゃ惜しいやだお寿司の勝ちお寿司が 51.6 で焼肉が 48.4 みんなお寿司なのお寿司やっぱり海に面してる国だからやっぱり日本のそういうこと日本の日本人じゃん、ね、日本人のあれですからすごいよくこんなお寿司の勝ちなんだ惜しいめっちゃねもういいもう50だよこれはねだいぶ50いったんじゃない、うん、すごいニアピン賞じゃないでもねうんどうするあと6分あるもう一回もう一回やるじゃあなんかある次ラスト次ラストだってなんかないですかもう決めれるやつ夏か冬冬絶対冬ね冬だよね夏やだだって暑いのどうにもできないじゃん自力じゃんわかるわかる冬は着込めばいいけどそうそうそううーんコーヒーか紅茶コーヒーが多いのかなどっちなんだろうコーヒー多そうだよ ねコーヒーみんな飲んでるイメージうんそばかうどんかそばだなそうめんが好き嘘私そうめん全然ねあんま好きじゃないでも冷麦が一番好きかも何が違うの冷麦は、うん、うどんとそうめんの間ぐらいの太さのやつそうなの中ぐらい知らなかったそれが好きなの食いしん坊だからでもうどんかもやだリピートアフターミーしないカレーかラーメンカレーラーメンあんま好きじゃないカレーだよね、うん、最近カレーずっと好き2年前ぐらいから嘘
めっちゃ好きなの。え、なんかあのよくさカレーのさお弁当あるじゃない、うん、それでカレーって美味しい目覚めた。カレー美味しいよ。カレーめちゃくちゃ美味しいのよ。えーなんだろう、あそうオーベルジーヌです。えー、なになに、皆さん二択を教えて。飛行機は新幹線、飛行機。どういうあれ、普通に好きかで、あのうん新幹線。本当？え怖いじゃん、なんか空いるって思うと怖い。え嘘、めっちゃ楽しくない、うん、やだ。だってさ自力じゃ飛べないからさ、うん、すごい貴重な体験っていつも。なんか地に足ついてた。だって新幹線だって猛スピードだってるよ。確かにとんでもないスピードだよ。そうです。なんだろうな。ピヨン、こんばんは。こんばんは。今えーなんだろう、なんか、森おわ林、みんな適当になってきてるよ。どっちでもないよね、森と林。だいたい一緒じゃない？違いもよくわかんない、うん、木の多さとかじゃない、どうせ。そうだよね、林の方が少ないかな。あーだって森は3個も木があるからね。そうだ。なんだろう、虫とお化けどっちが嫌？え虫。え虫じゃない？お化け。ええお化け嫌だよ。だって虫は別にさ、なんか勝てそうじゃない？勝てない。怖い？わかんない。なんかもう見たら、うん、え見たことある？ない。見れたらなんかもう終わっちゃうと思っちゃう。終わっちゃうと思っちゃう、うん、わかんない。あんまりお化け屋敷も1回しか行ったことないし。やだよお化けは。だってお化け、生きてるお化けしか会ったことない。文化祭のお化け屋敷とかも。びっくりした、なんか変なことかと思った。生きてるお化けって何？そう、生身のお化け。生身ね。そう、足あるお化けしか見たことないから。あ、すいません、早くやんないとね。どうしよう、みんな何がいい？すいませんね、動物園か水族館。どっちだろう。最後に行ったのは水族館。なんかどっちも別にそんな。うん。だって動物園小学校で行ったっけ？幼稚園の記憶しかない。私もなんか小さい子楽しいけどさ。うん。わかんないよね。何か何を。そうなんだよ。すごい上野動物園いっぱい幼稚園の時行ったな。お猿さんのとこの前でなんかお昼ご飯食べたの覚えてる。よく覚えてるね。すごいなんか写真がね残ってて、ね、卵焼き甘いのかしょっぱいのか。しょっぱいの。しょっぱいのだよ ね、 ね全然決まんないよ、ね、どうする、香水か軟水か。軟水。なんだろう。どうしよう、大変。アンコールの楽曲ガルルオアハウス。でイメージが強いのはハウス、うんうん、なんかガルルは本編でもそうだよね、やってることあるから。どうしようどうしよう、わかんない、わかんない。あ、なくなったら困るの、音楽かお笑いか。どっちも困る。本当に？みんなどっちが困るんだろうね。音楽だな。あでもどっちなんだ。でもどっちもさ、なんかさどっちも一緒の部類、 なんていうの、音楽があるから笑ってる人も、うん、笑う時もあるし、うん、笑顔だから歌歌っちゃう時もあるし、どうしたらいいんだろう。ウィンウィンセットなの。絶対ウィンウィンっていう言葉違う今。絶対違うそれは。どうしよう。なんだろうな。サッカーか野球か。どう、サッカーか野球。私なんだろう。私はもうどっちとも本当にわかんない。私もわかんない。卵焼きか目玉焼きか。あー難しいかも。卵焼きか目、うん、気になる普通に。じゃあこれどっちも食べるもん。卵焼き卵焼きは
あれでしょ、卵を焼いたやつ。え、巻き巻きしたやつ。巻き巻きした卵焼きと目玉焼き。目玉焼き絶対卵焼きなんだけど。え、本当に。うん、え、なんか用途が違う用途あの使い方が違う。私は卵焼きは、うん、あのちょっとお腹空いちゃったなんで、うん、目玉焼きは何かと一緒に食べる時かも。え、何と一緒に食べるの。え、なんかそれこそ辛いものを辛くなくするために食べる時とか、のせたりね、とかなんかそういう系かも。皆さんお願いします。じゃーん、卵。そう、目玉焼き。目玉焼きは完熟派半熟派。え、ぜ、え、卵、目玉焼き絶対半熟。一緒、めっちゃ一緒。絶対そう。え、お醤油。いや、時と場合によるかも。でも何かけんの。なんかちょっと前まで卵サンドハマってて、うん、その卵サンドがめんつゆだったの、味付けが。それでめっちゃ美味しくて、うん、なんかめんつゆで食べること増えた、最近。めっちゃ美味しいんですよ、めんつゆ。めっちゃいい。やってみよう。やって、めっちゃ美味しいの。めんつゆのなんかオムライスじゃないか、オムレツ、うん、を作る感じで、なんかそれは全然違う話なんだけど、オムレツ作る感じで、なんか卵をすごいゆるゆるにした。終わっちゃった。終わっちゃいました。またいつか聞かせてください、うん、全然違うじゃん。全然違うじゃん。卵焼き 60.3、 目玉焼き 39.7。 あれ、まあ、みんな卵焼きが好きなの。もしかして、やっぱみんな卵焼き好きなんだね。え、巻き巻き自分でするんですか、皆さん。するんじゃない。できるの。私頑張ってできるようにした。なんて言ったなんか時々、え、自分時々聞こえない自分でさ、卵焼き作る。え、めっちゃ作る。あ、でもあやめちゃんできそう。器用だね。卵焼きね、うん、うまいよ。あ、うまいの。言っとくけど言っとくけど言っとくけど、うまいんだ、うん、うまい。そうなんだ。私も頑張ってちょっとできるようにして、最近、うん。ということで、はい、一番近かったのなんだっけ。あ、焼肉とお寿司か。そうだね、が一番近かったね。まあ、はい、できた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 ということで、以上乃木坂46目指せぴったり半分アンケートでした。続いての企画に参りましょう。乃木坂46どっちが〇〇できるでしょう。イエーイ。この時間は私たち2人がこの場でできる簡単なゲームで対決していきます。1つのゲームで勝ったら1ポイント、最終的により多くのポイントを獲得した方が勝利です。また対決するお題は私たちで決めていくのですが、視聴者の皆さんからも募集していきます。対決するお題は都道府県名先に言えなくなった方負け対決や、相手のいいところ1分間でどっちが多く書けるか対決などです、うん、はい、皆さんどんどんコメントしてください。してください。へえ、初めてやるこれ。私も。え、本当？うん、万人でも初めて。そう、万人でも初めて。あ、そうなんだ。難しいかな。難しいね。簡単に勝敗が分かるものってことだよね。そうだね。へえ、都道府県名難しいか。どうしよう。しりとり、しりとり負けないよ。あの、多分対、ね、対決にならない。終わっちゃうね、勝負。そう。終わっちゃう気がする。ねえ、三文字。みんなしりとり好きなの？30秒お絵かき。あー、あり。確かに。どっちが似てるか聞けばいいもんね。うん、絵を描いて、あ、アンケート、あ、そうじゃん、アンケート多発。すごい。そうしよう。え、そうしよう。じゃあ、何の、ね、何の絵にする？みんなに決めてもらうか。うん、何の絵を描いたらいいですか。うーん、レイちゃん多くない？レイちゃん多いねレイちゃん簡単だよ。にっこりしとけばレイちゃんにっこりしてるショートの女の。そうそうそう、クマ、猫、日産スタジアムむずい。難しい。ピカチュウ、キリン、
怠け者。怠け者わかんないな。怠け者って怠け者だよね。うん、ほにゃんみたいな。うん、捕まってるよね。なんかよくさ、ね、あの手助けされてない。そう、見たことない。めっちゃ怠け者、そんな見なかった。助けられてるイメージ。日本の形、あー、うわー、みんな。でもさ、日本の形ってなんていうの、シャシャシャって書いちゃったらね、うん、どっちとも言えないか。そうね。怪獣、どうしようかな。何でもいいよ、何でもいい。え、私、はい、お任せいたします。じゃあ怠け者にするか。お、わかりました。怠け者、怠け者を、じゃあお絵かきします。これ30秒か。うん、多分30秒で怠け者お絵かき対決。よーいいいのかな。よーいドン。あれ、ちょっと違うかな。わかんない。わかんない。で、あとどんぐらいになる。あ、待って、意外とうまい。ほんと？こんなか、こんなだよな、確か。ちょっと怖いかな。はい。わかんなかった。じゃあ、あやめちゃんから。あ、せーの。せーの。じゃん。私の勝ちじゃない。待って。めっちゃ上手じゃん。上手くない？待って、誰？誰？顔めいじめて見た、その絵のタッチといい。こんなじゃない？誰？こういうなんか眉毛があるイメージ。あー、ですごい笑っててニコニコなって気がする。怖い、ちょっとバンザイしてる。え、本当はさ、うん、そのなんか特徴的じゃん、手が、うんうん、手がさ、なんかこのホニャンってした手からこういうなんか指が生えてるイメージだから、うんうん、それを描きたかったんだけどちょっと時間が足りなかった。それ描いたらどっこいどっこいだったはず。え、アンケート、これアンケート。じゃあ、あやめちゃんが1で、はい、松尾が2で、オッケー。あの、上手な方に投票お願いします。お願いします。結構、だってこれでさ、絶対指描いたら怠け者だと思うよ。マジ？こういう指でしょ。あー。ほら、ほら、ほら、怠け者。怠け者ではないよね。めっちゃ上手じゃないそれ。私、よく描けたね。うん、めっちゃうまい。やる。なんかそういう輪郭があればいい。ヤクボ。ヤクボタン。ヤクボタンになったよ。これヤクボ。ヤクボちゃんになっちゃった。かわいい。かわいく見えてきた。これかわいいじゃん。これここまで来たらもうこれももう勝てたかもしれない。ヤクボ。お、出た。どうですかね。どっちかな。イエーイ。まあでも待って、82.1% すごいな。多少ですか。やば、ありがとうございます。もうなんかごくわずか、私にもありがとうございます。これ楽しい。あとなんだろうね。そっか、アンケートも使えるのか。よし、あと何か対決ありますか。ありますか。簡単な感じので、マジカルバナナってなんだっけ。バナナと言ったら金色のやつ。あ、そうかも。でもあれも結構永遠ゲームじゃない。うん、懐かしい。よくやったな。やってた。やってた。そんなゲームしてたの。家族でさ、ドライブ中にさ。かわいいなそれ。超かわいいんだけど。やってた、マジカルバナナ。いいですね、つついけ。つついけいいですよ。めっちゃいいわ。永遠にできちゃう気がする。英語禁止も
なんか自信ある英語そんな知らないから。うん、私もね、できちゃうよね。涙流すのどっちが早いか対決だって。やだ怖い怖いって何私絶対笑っちゃうダメだよ確かにずっと、あ、体内時計、ああ確かに、ありあり10秒とかで、ありあり、それ手っ取り早いんじゃない。やりますか手っ取り早いから手っ取り早いで決めないよいっぱいやりたいからそうだねじゃあ何秒にしよう。16秒とか OK 微妙な。これはでもどうやったら分かるのね、どうやったら難くない。ストップウォッチとかないから。確かに難しいかなあ、あるすごいファンキーなすごい使えるかな。あるかな、あるかな。今ストップウォッチを探してもらってます。すごいすごいね、すごい紫色だったね。ファンタジーな色が、ね、初めて見たあのストップウォッチの色。あと何かあるかな。体内時計対決。ありがとうございます。わー、イエーイ、すごーい。これさ、うん、これどうしたらいいんだろう。これ順番にやればいいですかね。オッケー、じゃああやめちゃんからやるか。あ、オッケー、オッケー、待ってね。スタート、ストップ、オッケー、16秒、16秒、いきます。せーの、真剣、頑張れ頑張れ、笑ってるこれ見ていいの。うん、いいんじゃない。せーの、じゃん、あれどうなった。早い早い、 14.22。 結構さ、結構待ったって思ったけど、ね、私も 14.22 4、じゃあ私も頑張ろう。よーい、ドン。16だよね。はい。お、あれ？早い見るの。20.94、全然ダメやん。全然2人ともダメじゃん。 20.94 だって。どっちがあれ16.4、あやめちゃんじゃない。だってあやめちゃん、私だね、うん、2秒ってちょっと全然ダメだったな。2連勝、どうやって止めるの。あ、ちょっと負けてらんないな何があるかなと。あやめん強い。松尾さんが勝てそうなやつだって松尾さんが勝てそうなものね。松尾さん何得意。徒競走徒競走無理だな。徒競走得意かな。なんだろうなないやろってそんなこと言わないで。あっち向いてほい、あっち向いてほい、うん、うんだね。懐かしい、ね、あっち向いてほい。100m だし、 100m ないな、ここ。ないね、ないね。難しいね。何かあるかな。千葉県の土地、私もそんなに知らないよ。分かんないな。東京都、なんだろうね。一旦あっち向いて本やります。そうだね、やりながら考えよう。できるかな。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。グーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。あー、勝った。勝ったんだよね。
はい、勝ちました。あ、勝っちゃった。いいね。あっち見てほう面白いね。あっち見てほうめっちゃ小学校の時流行った。流行ったの？うん。え？流行った。あれがずっとさあるやつじゃないの？うん、めっちゃ流行した。マジ？すごかったよ。あと何があるかな。どうしようかな。画数の多い感じ？漢字得意？画数の多い感じ？え、無理無理。私漢字書けない。書けません。無理です。どっちが23個多く書けるか。うわー。でもさ、強そう。ここら辺？え？千葉出身か。千葉です。わかりそう、東京のこと。でもあやめちゃんさっきも東京に行く場所はないって言ってたから知り尽くしてるんだよね。なね、今日始まる前に言ってた。いいよ。え、これ漢字じゃないとダメ？いや、そこはちょっと許して。あの発音が合ってれば大丈夫。発音ひらがなが合ってれば。そうそう、うん、声出した時合ってれば。え、23個あるんだよね。制限時間どんぐらい？30、あ、短いかな。23があるもんね。23だから何対決ですか？23区東京の多く制限時間内にかけた方が勝ちです、うん、だけどその制限時間に1分結構取るね。いいよ、うん、1分。23区あるの？23区あるよ。結構あるんですよ、はい、オッケー。じゃあ用意ドンしていいのかな。用意ドン。うん、あ、待って。なんて言うんだっけ。待って待って、あ、うわー、わからない。あ、待って。待って、あ、もう一個あった、わかったのに。めっちゃ書いてる。せーの、じゃん。あ、1,2,3,4,5,6。あ、でも私7個だから1個差だよ。私ね、途中墨田区2個書いちゃった。墨田区？あ、墨田区2個書いちゃった。あ、墨田区あるわ。墨田区有名。え、あと何書いた？あ、足立区も一緒。港区？そう、港区。綺麗なとこでしょ。千代田区もあんのか。え、江東区わかんない。江東区ってなんか聞いたことある。確かに。待って、あやめちゃん、京都区。京都区なんかない。初めて聞いた。24句目わー、作っちゃった。作っちゃったかも。京都区どこら辺だろう。江東区。江東区の友達、うん、あれがな。初めて聞いた。うわ、じゃあ私これないかな。5だ。 5？ じゃあ7だから勝ちじゃない。勝っちゃった、イエーイ。確かに。え、これ書いた後世田谷区とかもあったなって。世田谷ね、思い出した。文京区。あー、文京区。やだー。あ、あれか、江東区って、あの江戸川の絵にあれでしょ。あの、わかんないよ、私も。ですよね、見たことあった。あ、ほら、江戸川の絵に東。わー、すごい。あ、すごい。え、荒川区なんてあるの？あるよ。すごっ。豊島区。え、豊島区？初めて聞いた。あ、渋谷区もあるのか。そう、あるよ。品川区？
え、杉並区結構駅の名前あるじゃん。練馬区、板橋区、あ、品川、え、目黒って区なの？目黒区、広いな、すごい。てか東京ってこんな形してるんだね。違うよ、市もあるもん。え、そうですよね、あれですよね、あの23区があって市もありますよね。あ、周りに？そう、え、違う？え、知らない。だってこれだと愛媛県だよ。なんでわかんの？え、違う、愛知県？愛知県ね、愛知県のこれがこうなったらね、愛知県じゃない？こういうやつ。え、愛知県ってあのひよこみたいな。え、そうそうそう、こういうやつ。え、でも、もう愛知県だよ今。確かにぽい。今愛知県だから多分違うよ。難しいですね。ね、難しかったね。え、地理本当に苦手だから。そうなの？あ、愛知県、ひよこ、ひよこ、ひよこなん？ひよこだと思ってた、ずっと。愛知県はめっちゃひよこみたいじゃない？嘘、なんかカニの仲間なんていうんだっけ。カニの仲間、甲殻類。甲殻類、甲殻類の形してない？ああ、そう言われたら確かに捕まえてきそうかも。そうそうそう、ちょっとひよこだと思ってた。ほら、くちばしもあるよ。え、待って、愛知県ってこんなギザギザしてんの？そうだよ。細かくギザギザしすぎじゃない？だからモフモフだからひよこなんだよ。ああ、素敵でしょ。え、すごい面白いね。ってほら、仲間っぽいっていう感じです。っていう感じです。2対2。あ、2対2。じゃあ次で最後かな、かな。お、そうだ、お、ラスト。えー、何がある？何がありますか皆さん。あ、絵しりとり。あやめちゃん、絵しりとり前さ、あ、してた時やってたね。あ、強かったチームだっけ。そう、強かったチーム。あ、強かったチームだ。じゃあダメだ。強かったわ、そういえば。あやめちゃん、うん、どうしましょうか。えー、なんだろうな。うん、乃木坂の曲しりとり。えー、難しそう。難しそう。うん、指すま、懐かしいね。指すま、え、指すまって言ってた？うん。え、何言ってた？え、チッチの位置。え、そのタイプ？うん、違うの？指すまだった。見始め、指すま1だった。え、なんか中学校、チッチって何？え、わかんない。あるよね、その地方の。そう、でも中学校入って指すまの、あの人たちがいっぱいいて。あ、ほんと？何指すま。え、あのさ、神様の言う通りの歌ってどんなんだった？え、どちらにしようかな。そうそう、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、テポーテバンバンバン、もう一度ってバンバンバン。で、終わり？うん、え、続く？続くの。何があんので、バンバンバン、うん、ゲゲゲの鬼太郎の言う通り。なんでなんで神様の言う通りで終わったじゃん。なんで急にゲゲゲの鬼太郎出てきちゃって。神様と対等に戦ってくるの。すごい。なんだったんだろうね、あれはね。なんなんだろうね。あるよね、そういう意味のはさ、よくわからないさ。そうそうそう。なんでよくわかんない。本当に面白いよね、ちっちゃい子の。皆さんちょっと何がいいかお願いします。モッツァレラチーズゲーム流行ったよね。流行ったね。絶対やりたくない。やりたくない。あれだけはなんか恥ずかしい。なんかなんだろうな。まばたき我慢。コンタクト取れちゃう。そうか、コンタクトだから。ドライアイなんだもん。まばたきしてても乾いてんだ
困るわ。そうだ。なんだろうな。どうしましょう。46秒間でどっちが、あ、流れていっちゃったあ、そこまで読んだのに。46秒間で、あ、乃木坂楽曲かけるか。あ、かもかもかも。する、かけるかな。もうさ、手のスピードになってこない。え、漢字は、漢字もですか。え、もう正確に、正確に、うん、マジか。はい、漢字が不安。え、46秒。46秒、全然ないね。46秒って難しいね。46秒で、乃木坂の楽曲どっちが多く書けるかです。はい、正確にです。いやー、怖い怖い怖いね。いいのかな、初めて。じゃあ、よーい、スタート。はい、カタカナひらがなで攻めていこうと思って。え、でも難しいさ、あの、うん、字のやついっぱい書いてない。長くない？思ったよりね、あの、長いのがいっぱいあった。イエーイ。あ、アイシー、そうじゃん。アイシーなんかもう3行だよ。本当だよ、感じなかった、アイシー。あー、すごい、アメちゃん。ということで、この総合で3対2ですかね。そうですね、勝ちました。あやちゃんの勝ちです。イエイ、負けちまった。ということで、ふう、ということで以上、乃木坂46どっちが丸々できるでしょうかでした。はい、ひゃん。ということで、8分をしてストーンをしない。あ、そうなの。そうだよ、いっぱい遊んじゃった。でも23分も質問返しある。やったね。質問コーナー好きなんだよね。私も好き。だってさ、そんなに日常で質問攻めにされないからさそうだよね。え、そんな私のこと喋っていいのって思っちゃうやったって。答えていきましょう。イエーイ。何がいいかな。あ、さっきの話あるよ。二人はもしもタイムマシンがあったら過去に行きたいですか、未来に行きたいですか。未来。じゃあ未来にしてこうかな。なんで。だってそれはちゃんとその女の子に言い返してからの方がいい。戦ってからの方がいいかな。戦ってから。どっちもはなしなの。なしです。一回戦ってからすっきりして、そのまま未来も見に行きたい。ちょっと欲張りさんですね。欲張りさんです。ポテトはカリハリカリ、カリカリ派ですか、シナシナ派ですか。待って、迷うわ。迷うね。迷っちゃう。な、サク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 カリカリ派かシナシナ派って書いてあるんですけども、サク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 はちょっと書いてないですね。サクサク、なんていうの、カリカリなのかな、あれは。でもカリカリは、カリカリほど、あの、カリカリじゃなくて、サク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 派だそうです。私、どっち、なんか店舗によるんですよ。あー、ここのはこっちの方が美味しいとか。そうそうそう。あー、すごいこだわりがあるのね。そうですよ。じゃあ時と場合です。そうです、
お二人のリラックス法を教えてください。ある？リラックス法？うん。ない。ある？いっぱい寝る。ああ、まあ睡眠は大切。大切です。あと朝ごはんをいっぱい食べる。同じ。同じ。朝ごはん食べるいっぱい。めっちゃ食べるの。何食べた今日？今日はベーグル食べて。うん、あと何食べたっけ、ベーグル食べて、さっきはダメでも今日ベーグル2個食べた。卵と普通にバターの焼いたやつ。美味しそう。そう、朝ごはん命ね。だよね。何食べた今日。私はロールパンに、うんうん、あのウインナー挟んで、うん、かわいい、あのホットドッグみたいにして、自分で、うん、かわいいね卵焼き、うんうん、4切れ、うん、結構大きめ結構大きめあとヨーグルトの上に、うんうん、グラノーラかけて。あー好き、おいしいよね。ですです、朝ごはん大事ね。大好き大好き。なんだろうな、なんだろうな。YouTube や TikTok などではどんな動画をよく見ますか？またどんな動画がおすすめに流れてきますか？見る？あんまり見ないけど、意外。なんか YouTube でラジオをやって、うん、私ラジオ好きで聞くのが、うん、なんか普通にそのラジオのアプリでも聞くし、うん、あと YouTube だけでラジオやってる人とかのも聞く。夜寝るとき聞くかも。そうなんだ。見る。でも TikTok 見てそう、やめちゃん。めっちゃ見るほらやっぱりちょっとそう、めっちゃ見ちゃう。そんな何見てるの、うん、なんかね、あの私の、うん、あの46時間テレビの、うんうんうん、書道パフォーマンス、うんうんうん、をファンの子があのいい感じに音楽もつけて載せてくれたの、うん、それがおすすめに出てきて、うん、しかも結構ねバズってたの。あらすごい。 でその子が前ねミーグルに来てくれて、うん、私なんですって言ってくれて、女の子ですごいじゃん。そう、会えた。めっちゃいい。それお互いすごい嬉しくない？うん、でもあるよね、たまにさ、うん、なんかメンバーのが流れてきたりさ、うん、出てくる。なんかすごいびっくりしちゃう。載せてほしい、私たちの。載せて。なんかさ面白くさ載せてくれるじゃん、うん、加工いい感じにしてさ、ね、すごいよね。どうやってやってるんだろう、ああいうの。すごいよね、うん、やったことない。毎日何時に寝ますか？最近は12時までには頑張って。待って、ごめんなさい、これ違法かも。ごめんなさい、今の却下でお願いします却下ね。ごめんなさい。違うやつで、うん、もしね松尾と、うん、松尾と私のなんか写真とかで、うん、なんか可愛くダブダブだよみたいな感じでやってもらったらすごく嬉しいです。嬉しいです。ごめんなさいでした。忘れてください。何時に寝ますか？12時までに寝ます。偉いね。最近めっちゃ早く寝てる。偉い。何時に寝んの？そんな遅い？いやでも12過ぎぐらいかな。あーでもなんかすごい嫌で、12時になると時計が鳴るの、ピー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 って、すっごいそれに負けたくなくてなんで鳴るの？なんか日越しましたよみたいな。そう、多分お知らせみたいな感じになっちゃうんだけど、電時計がもう絶対その音を聞く前に寝てやるって思って、すっごい爆音でラジオ流して、うん、眠ってる。マジ？そう。そうなんだ。なんだろうな。なんだろう。待って待ってね。あ、お弁当のおかずに3品選ぶとしたら何にしますか？3品か。3品。
卵焼きは絶対、うん絶対いるじゃん。唐揚げか。え、唐揚げさ、お弁当でさ、うん、出てきてた？うん。あ、出てきてない？ピカタピカタ、ピカタってなんだっけ。え、あ、卵にちょっとくくって。あ、じゃあそれも卵になっちゃうか。あれなんだろう、お母さん出てきてた。うん、おしゃれだね本当おしゃれだったんだじゃあ卵ばっかになっちゃうから、卵焼きと、アスパラのベーコン巻き。おしゃれじゃん。なんだろうなんだろう、お弁当。あと別に何でもいいんですけどなんだろう、卵焼き、ミートボール。うん、いいね。いいでしょ。あともう一個、野菜系がいいのかな、この並びの。あ、ほうれん草とあのベーコンを焼いたやつ。あ、それ私それでじゃあ卵焼き、アスパラ、ベーコン巻き、ミートボール、うん、あ、ミートボール人気でしたね。面白いのあったよ。何？運動神経抜群のマチオちゃんはマチオちゃん、いつからマチオちゃんでした？そう、マチオちゃんなんですえ、本当にマチオちゃんって呼ばれてた？なんかなおちゃんが呼んでた、うん、あ、そういうことかそういうこと。それ知らなかったからさ、普通にごじったんかと思ってさ、あの日本の片隅でそういうことしてたなるほどね。マチオちゃん、マチオちゃん苦手な種目はありますか？苦手な種目ですか？うん、私はなんだろうな、でも球技は別にずば抜けて得意ではなくて、うん、でもあのスラムダンクっていう漫画大好きで、うん、それを定期的に読むんだけど、うん、それを読むたびになんかすごいこういう風にシュート打つんだよみたいなね、うん、のがあるの、うん、ところどころ。それを読むとバスケめちゃくちゃできるんじゃないかなとか思ったりするけどまあできなくて。え、サッカー苦手かも。でも、うん、バスケこの前ねやったの、うん、やった？うん、得意？え、全然全然全然久しぶりにバスケやった。え、でもさ、なんかたまにやりたくなんない？なんないよ。え、なんない？学校さ、バスケやった？バスケやってない気がする。ほんと？うん、バスケだったのよ。やった？3年生聞いたよ聞いたって今え、バスケじゃなかった？バスケ、私やってないけど卓球だけやった。卓球？卓球やってない？やってない、やってない。え、卓球やるよ絶対。絶対この後半でやるよ1回は。なんかみんなでなんかトーナメントで。やだ、1回戦で負けた卓球やだ。でもね、めっちゃ楽しかったイメージある。卓球か。バスケやりたかったな。たまに絶対に超うまくできるかもとか思う。そう、でもうまそう、バスケも。え、全然うまくない。1回も入らんかったシュート。すごいね、うん、なんかボールにさ集うじゃんみんな、サッカーとかバスケとか、うんうん、あれがなんかあっちに行ったらダメだって思っちゃって、うん、一人でただうろちょろしてる人になっちゃう。同じ、私もさ、うん、あのボールに集まるから反対側行ってて、うん、そうそうそう、こっちに来た時にすぐできる。そうそうそう、わかるわかる。やるんだけど、うん、なんかあんまり来なかったりする。わかるわかる。だからただのね、サボってる人みたいになっちゃう。そうそうそう、悲しいのよ。なんだろうな。なんだろうな。難しいな。ね、こんな質問あるのになんか選ぶの難しいよね。ね、難しいよね。お二人には、お二人には寝る前にするルーティーンとかはありますか？ルーティーンですか？寝る前、寝る前でしょ。なんだろう、ルーティーン。私はあの再生停止っていうアラームか、アラームなのかな、うん、かけると、そのかけた、私だいたい45分かけて再生停止ボタンを押すと45分後に勝手に電源が切れるの、携帯の。だからそれかけてラジオ聞きます
あ、寝落ちしていいよね。そう。あ、え、そんな機能あるの？あ、そうです、そうそうそう。でもたまにね、なんか普通にアラーム使いたくて、うん、なんか音出しのアラームに変えちゃってて、それ忘れて45分かけて、45分後に急に爆音でアラーム鳴ってそれ嫌だね、めっちゃ起きる何って思って。それはちょっと気をつけな。何かしてる？ルーティン難しいな。なんだろうね、ルーティン。タイマーを、うん、あのめっちゃ確認しちゃう。タイマー？タイマーかけて、うんうん、本当にちゃんとかけた。アラーム？あ、そうそう、アラームアラームを次の日のね、アラームかけて3回ぐらい確認する。偉いね。私も全然、あの時間のところでもさ、うんうん、確認するしさ、あの携帯フィッてさやったらさ出てくるよね、時計マークあるじゃん、うんうん、ちゃんと時計マークになってるかも確認する。え、あれ何分起きとかにかける？3分何時間前から。え、どういうこと例えば8時に起きたいです、うん、ってなったら何個アラームかける？8時、うん、8時3分、うん、8時5分。あ、ゆっ、遅くなってくの？うん、8時半だいたい8時に起きれるんだよ。あ、もう優秀なタイプの方でいらっしゃる。予備の3分とか、ね、うん、あ、そういうこと。そうそう、私8時起きたかったら、うん、6時ね、だってさ起きちゃったらどうすんの？起きないもん。6時25分から5分起きに、うん、全部かけて9時までかける。え、それでちゃんとさ、その 起きたい時間には起きれるの？いや、え、なんかあのあれなの、ちょっとずつ、よくないんだけど、うん、ちょっとずつ目を覚まそうって思って、うん、6時台の後半のでだいたい多分聞こえて、うん、うるさいなって止めるじゃん、うん、でパッて見てまだ6時じゃんって思って寝るじゃん、うんうん、でそれが7時台でも何回か繰り返されて、うん、そろそろ起きるかって言って起きる、うん、そう、よくない、ね、これよくないらしい初めて見た、そんな人。いると思ってた。嘘。でもうるさいよね絶対、うん、絶対家族は迷惑してます。確かにすみません。なんだろうな、うんとね、うん、ちょっと待ってね。ちょっと待つよ。ちょっと待ってね。え、アイスって言っていいんだよね。うん、もういいよね、うん、アイス、暖かくなりアイスが食べたい季節となりましたが、お二人が好きなアイスは何ですか？なんだろう、でも私はあの、なんていうんだろう、シャーベット系よりもなんていうんだろう、なんかアイスクリーム系が好き。同じ同じ、クリーミーな方。そうそうそう。あ、だって、はい、商品名は気をつけて。はい。え、私さ、うん、黒ごま、うんうん、アイスだったらもう絶対そっち行っちゃう。黒ごま好きなんだ。大好きなの。黒ごまときな粉とピスタチオ、目がない、うん、うわ、わかるかも。ねえじゃね、わかる。きな粉とピスタチオ、女の子って多そうでも、その確かに。私あのクッキーとかで、ね、挟まれてるのも大好き。好き、いいよね、食べ応えあってね。そう、あとねゴミが出ない全部棒がついてないから。あ、そういうこと。そう、 SDGs でも袋はある。あ、そう適当なこと言っちゃった SDGs。 はい、はい、なんだろうあと9分。4期生みんなでやってみたい企画はありますか？もう何でもやりたいです。温泉旅行行きたい。あ、行きたい。あとビュッフェ行きたいね。なんかさ、お願いしようよね。あのしたい。 YouTube とかでさ、配信中とかで。でも4期生の何周年とか12月のじゃん、あのまだまだになっちゃうから。確かに。なんか、なんか秋ぐらいに秋ぐらいに関係ない、なんか前日も終わって、うん、で冬まであとちょっとぐらいで。確かに、ちょっと あピクニックとかもいいな。いいね、秋ならさ、春でもいいか、うんうん、春ならすぐそこ。あ、終わっちゃった？終わっちゃったよ。夏休み企画夏休み、あ、いいね、夏休み。あとさ、思ったのがさ、なんかプール
行きたいけど、うん、プールってないよね。ないよね。ないよねっていうか行かなくない？行かない。てか今やってんのかなプールって。マスクとかどうしてんだろうね。確かに分かんないけどやりたい。プール行きたいの？そう、あの、うん、すっごい楽しい、なんか一日中遊びたい。あ、長島スパーランド行ったことない。本当？うん、すごい。私もないけど。なんで、なんなの？行きましたよみたいな顔して。うん、はい、最近どんな曲聴いてる？だって。え？これってアーティスト名さんで出して大丈夫なのかな？どうなんだろう。ちょっとあのフィなんてじゃあ伝えて言葉で。ね、教えて。アーティストは大丈夫。なはずはずはずびっくり。信じますよ。信じますね。まあでも確かに言ってるかも。うん、ブログとかでみんな書いてるもんね。そうね、そうね。私あの5期生のみんながさ、うん、今やってるじゃないスター誕生、うんうん、であのいおきちゃんが飛行機雲を歌ってたの、うん、めちゃくちゃ良くて、うん、もうあれ音源欲しい。いおきちゃんのさ、うん、声って何なの？あれ唯一無二だよね。めっちゃいい。あの声大好き。すごい好き。え、めっちゃ好き。なんか私ゆりちゃんのなんか歌声も大好きね、うんうん、でもいおきちゃんも大好き。私も好き。なんて言うんだろう、高くはないじゃない、うん、でもなんか透き通ってる声って。分かる分かる。めっちゃあの声好き。いいな。いいよね、あの声出したい。あれすっごいめっちゃ大好きな歌声。もっと歌って聞きたい。なんかある？私アーティスト名さんなんですけど、キャナイさん。うんうんうん、わかる。うん、キャナイさんが好きなんです。好きなんです。結構前からしかも好きなんです。うん、でこれモバメとかでも言ったんだけど、うんうん、路上ライブやられててずっと。あ、そう、そう、路上ライブで活動されてた方だけど、うんうん、もうねあの終わっちゃうんだけど、あ、そう、路上ライブに2回実は。え、なんかさ、なんかのさ、お仕事終わりに行ったみたいなのさ、れいちゃんから聞いた。お仕事終わりにそう行ったの。えー、すごい。なんかどうしても生で聞きたくて、うん、あー、いいね。でもそれは行くわ。なんか本当にね、もう感動してた。うん、いいね、よかった。そう、すごくすごい。お忍びでですよ、皆さん。びっくり。なんか分かんない。分かっちゃったらさ、あやめちゃんだって分かっちゃったら、うん、緊張しちゃうかもしれないね。そう、お忍びで行かせてもらって、一人で。いいね。なんかね、本当にね、あの声もいいし、うんうんうん、歌詞もいいし、なんか発する言葉が MC とかで、うん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 、全部刺さるの。すごい。もう絶対もう大好きなのね。そうなんです。素敵。いいね。ありがとうございます。語っていただきました。いいね、語れる。それぐらい好きなものがあるのはいいです。あと4分です。あと4分。うん、やりたいと思ってるけどなかなかできないことはありますか？やりたいと思ってるけどなんか、やりたいことはちょっとなんか結構やりたいのでやってます。私やってます。やってました、あやめちゃん。私はなんだろう、なんかなんだろう。でも私も結構やってます。あ、やってました。でもなんかまだできてないことはいっぱいあるから、うん、人生長いんで、うん、全部やる予定です。お、いいですね。え、一つ教えてよ。なんだろう。まずイタリアに行きたいのと、うん、あと日本語以外の言語を話せるようになりたい。あ、何でもいいから、うん、話したい。ね、話せるようになりたい。そう、でもいっぱいいろんなとこ行きたい。本当に。なんか一人で1年とかで、うん、なんか
どっかの国に行きたい。めっちゃわかる。え、わかる？行きたい。なんかもう何もわかんなくていいの、うん、でそこで1年間暮らしたい。したい、ね、でどれぐらいなんか馴染めるかなみたいなやりたい。レッツチャレンジって感じ。レッツチャレンジ。そう、あ、カナダ行きたいな。カナダ、そう、カナダもいいな。行きたい。オーストラリアもいいとこでした。行きたいな。みんな優しかった。どうしよう。なんだな、好きな方言はありますか。方言は、何々ダガン。ダガン、うん、初めて聞いた。どこだっけ。鳥取。へー、わかんない。あの日向坂のパルが言ってて、うん、初めて聞いて、うん、そのやっぱりさ、なんかあんまり普通に暮らしてたらそんなさ遠くのから住んでるさこと話さないじゃん、うん、でもこうやって乃木坂とか入ってさみんなと話すようになってさ、あ、それ方言なんだとかさ、うん、気づくじゃん。わかる。それで一番衝撃を受けたのがダガンだった。ダガン初めて聞いたの。そう、私は無難に関西弁と、うん、あと広島の方の、うんうん、ブチなんとかジャケ。あー、ジャケっていいですよね。ジャケいいよね。好き。なんか映画の中の世界みたいなさ気持ちにならない。いいよね。いいよね。なんかそういうの憧れる。憧れる。方言いいよな。え、名古屋ってある。名古屋はあるんだけど、うん、私はあんまり使ってない。でもなんかさくちゃんもそんなに使ってるイメージない、うん、ないね。ないのかな、そんなには。でも千葉県もない。千葉県ない。うん、あんまりない。欲しかったな。ね、まあ作ればいいんじゃない。作ればいいんじゃない。むずくない方言作るの。なんかあの言ってたらそのうちみんな聞き慣れて聞いてくれるよ、うん。何それ。2人の方言作ってもいいかもしれない。あ、0分になっちゃったね。あとね7分で終わるから。本当だ。あ、うん、あ、エンディングしてって。ということで質問は以上ですね。はい、質問をくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではそろそろエンディングのお時間です、うん、今から感謝を込めて10位の方からお名前を呼びたいと思います、うん、10位これせーので言う。せーので言うか。せーの、むねちゃんアットマーク、みゆちゃんスマイル、今日も眩しいぜよ。ありがとうございます。お星様ありがとうございます。9位せーの、けん、犬、どっちだろう。犬かな。犬か。せーの、パー犬さん、ありがとうございます。8位せーの、ナルアットマーク、あやめちゃん世界一。あ、見えなくなっちゃった。かわいい。ありがとうございます。9位せーの、若葉19mm、まーやちゃん大好き。ありがとうございます。6位せーの、ゆいくん、松野沼さん、ありがとうございます。5位せーの、ゆうじみゆちゃん、すきや。ありがとうございます。4位せーの、みゆみゆランドの息できないユニコーンかさん、くん、くん、さん。ありがとうございます。すごいネーミングセンス。はい、せーの、くにひこさん、あやめん誕生日おめでとう。ありがとうございます。2位せーの、あぶりとろサーモンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位せーの、バッシーあやめちゃんの公式お兄ちゃんさん、ありがとうございます。上手に読めた。皆さんありがとうございました。で、お知らせかな。あ、はい、ここで乃木坂46のからのお知らせです、うん、6月8日水曜日、ナインスイヤーバースデーライブのブルーレイが発売です、うん、7月9、
7月19日火曜日からは大阪城ホールから乃木坂46真夏の全国ツアー2022が開催されます。楽しみにしててください。楽しみです。で、次回の乃木坂ニャンバーワンは、6月8日水曜日の19時からの生配信の予定になります。次回のメンバーは私の誕生日だ。あ、そうじゃん。え、なんであやめちゃん今日だったの私こっちね、こっちだったらさ、こっち出るかな、絶対ね、あの大きいケーキ出てきちゃったよわかんない、あのいるかも、来週もいるかもいるかもしれない、はい、次回のメンバーは追ってお知らせします。ツイッターなどでチェックしてください、はい、また次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、はい、あと5分です。5分ある。何する、何する、何するか。あ、スクショタイム、あ、してない ねスクショタイムって、スクショタイムだって。え、何のポーズする。ね、さっきこれやったよね。うん、あ、これ何だと思いますこれね、これはいっぱい意味があるんです。はいはい、あ、もういいか、バイバイ。なんだろう、バイバイ適当すぎ、最近さ、すっごい適当なんだよねなんか可愛かったけど、自分でもなんて言ってるのか分かんないで喋ってる。意味を特に発表するわけでもなくいろいろな意味がある胸に秘めておこうか、その意味ね、うん、そうだね、いっぱいあるから、はい、何がある、はい、どうしましょう何がある、ポーズってないの、自分のポーズ。自分のポーズ私ない。私もない。ない、ないじゃんないじゃないかい、どうしよう。最近何が流行ってるの、ね、最近何やってんだろう、ポーズって。あ、ギャル、ギャルピース。またギャルって言われちゃう。そうじゃない、ギャルちょっとこう、こうしないと、こうするの、こうするの詳しくない指ハートってもう過ぎたんじゃないの。過ぎた、そんなことない。でもさ、指ハートのさ、絵文字できたよねそうなの。そうだよ、指ハートの。でもなんかすごいなんか指ってあんま可愛くない、なんかこっちの方が可愛い。あ、そうなの。こっちあるよね、うん、これ可愛い。何、何、何、顔ハート。あ、顔ハートしてます。顔ハートこれだっけはい、あ、すごい、効果音好き。あと何がある。ハート、みんなハート好きだね指太郎って 何それ、指太郎って何、どういうあれ初めて聞いたよ。レイパンチしときますか、名前出てくるし。パンパンチ、はい、はい、あと2分だって。え、エンディングってさ、うん、どんぐらいで読んでるっけ。わかんない、もう読んどく、もう読んじゃおうか。見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。残念ですが、そろそろお時間みたいですまたお会いできるのを楽しみにしています。で、を一旦そう、置いておこう。そうだね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです、うん、明日も頑張ってください。そうだよ、明日も日が来るそうだよ、明日も明後日もし明後日も来る、毎日日は来ます。人生が長いもので、まだまだ長いと思います。楽しむもん、のんびり。そうだね、一日過ごしてましょう。皆さん無理をしないで無理をしないで生きていくのがあれです、座右の銘どういうこと無理をしないが座右の銘です。そうなの、今決めた定期と、はい、いいコンビだったね。だって、あ、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。いいのかな、あと1分だって。はい、あ、終わっちゃう。ということで皆さん、以上、乃木坂46の筒井あゆめと松尾美優でした。バイバイ。バイバ
ありがとうね。バイバイ。バイバイ。おやすみ。おやすみじゃん。